さあ、待ちに待った私の思い出の味はこの辛味そばよ。知ってた。大根おろしと食べるんですね。いただきます。私も小さい頃はそう思ったわ。この辛味そばは両親の好物だったのよ。いつも私はざるそばを食べていたんだけど、ある時ダディが食べてみるかって。これを大人の食べてるものって美味しそうに見えるじゃない。だから迷わずたっぷりの薬味で一気にすすったわ。そしたらもうオーマイガーよ、何これのにね。自分でそばを打つようになった今はなぜかこの味が美味しいって感じるの。それだけ時が経ったという証拠ね。思えば遠くに来てしまった。大人になってしまったんだわ。歌野さん、美味しいです。あなたとご家族の団らんが目に浮かぶようですよ。以上、終わり。そばはのどごし、パパッとすすってみーちゃんにタッチよ。私からは少し甘いもの。諏訪の名物でもあるくるみ餅です。小さい頃学校から帰るとよくおばあちゃんが作ってくれてたおやつなんです。そういえば畑仕事の合間にも農家の人たちが振る舞ってくれたりしたわね。うん、だからこれは私のおばあちゃんのでもあり、歌の歌の思い出でもある味。東郷さんのぼた餅を食べるたびに思い出して、いつか自分でも作ってみたいなって思ってたの。でもね、今回挑戦してみて割とうまくできた感じがしたのに、なんかちょっと違う気がして。そうなんですか？十分美味しいのに。おばあちゃんの作り方はいつも見てたし、同じにしたつもりなんだけど、なんか違うんだ。あ、でもね、おばあちゃんのと農家の人のも少し味が違った気がするから、気のせいなのかも。気のせいではないと思うわ。東郷さん、何か気づいたの？確信はないけど、多分ね。よし、次はせっかさんの番。北の大地出身のアッシからはこれでござーい。なにこれ、見たところ、こちらは豚こま肉、それに何やら赤みがかったおソースが。お、さすがですね、弥勒さん。材料はその通り。そしてこやつの名はチャップ。勇者？それはちょっとね。めったに出さないマイナー技を叫ばれてもみんなが困るでしょう。カットカット。チョ？チョ？ポークチョップとは違うのかしら。あー、どうも似て非なるものらしいね。ま、そこんとこは興味があったら各自で調べて。とってもいい匂いがします。このお料理にはどんな思い出があるんですか、せっか先輩。ある日突然、父親が日曜の昼にこれを作って出してきたんさ。普段は料理なんてしないのに。理由を聞いたら、同僚と飲みに行った居酒屋で食べたのが美味しかったからだって。で、店主さんに作り方聞いて、早速家で初めての手料理として娘に振る舞ったってわけ。うんうん、これ味とケチャップとあと何かしら。うん、甘辛いどっかで食べたような。焼き鳥のタレなんですよ。笑っちゃうでしょ。でもこれが意外とハマりましてね。それからというもの、毎週毎週日曜になるとチャップ作ってってねだったものですわ。
いじゃん、片手にむしゃぶりたい味だ。だよね。しかし、肉炒めてケチャップとタレを絡めただけの、こんな簡単なものを。よく手料理だなんて言えたもんだよ。なのに、やっぱ、おいしいにゃ。最後にこれ食べたの、いつの日曜日だっけかな。旭川に奴らが来たのは、何曜日だったっけかな。一人になりたいとき、これを思い出して時々適当に作っちゃ食べてた。簡単だからいつでも作れるのって問題だよね。いつでも思い出せちゃえてめんどくさいったら。簡単なのに面倒とかわけわかんない。わけわかんないのに美味しい。うまいで。兄、父ちゃんやってんな、せっち。バカだね、みんな。私の干渉に付き合うことなんてないのに。冷めないうちに食べきってよね。なんかいきなり目の前に大量の植物が。ウジ、いわゆるサトウキビだ。皮を歯で剥いておしゃぶりください。マセ。無理ですよ。そしてなぜ執事区長。甘い。これが夏目の思い出の味なのね。そうだ、おじいの畑のウージとベニーも、それが私の主なおやつ。なら、なんで芋の方を出してくれないのよ。ウージは茎を投げるとペロが喜んで取りに行った。おじいと笑いながらそれを眺め、甘みに飽きたらまた海へ走り、晩ご飯の魚を取る毎日。この世界でも波の音を聞けば、あの海を思い出し、目を閉じればまぶたにあの頃の光景が浮かぶ。歌野が植えてくれたサトウキビは、小羽倉さんに故郷の癒しを思い出させてくれたんですね。夏目がそんなに言うんだもの。いいところなんでしょうね、沖縄って。ああ、いいところだった。私も沖縄由来のものを作ってみました。レンチとシズ先輩に手伝ってもらってたけど。あー、最初は何がしたいんかさっぱりで難儀したわ。何でもとにかくいっぱいというだけで、何が作りたいのか意味不明でしたものね。あ、でもいい匂い。このお椀はお味噌汁。具が本当に盛りだくさん。沖縄の味噌汁ってこういうのなんだよ。うちもずっと食卓にはこれが出てきててさ。だから初めて標準的な味噌汁を見たときは、食料なんで具がないのかと思って不安になっちゃった。お姉さまもそうですよね。ああ、だが今では具のない方の風の味噌汁が一番好きだ。あら、具のない方の味噌汁に風のってつけるな。わかめばっかり持ってくるくせに。はいはい、ごちそうさま。次は誰。ミロ君よりまさかの失態。これまた具のないおかゆじゃない。上里ちゃんと丸かぶり。あらまあ、
味が。少ししょっぱい勇者様用のおかゆの味付け。これは一体。本来ならこのまま下げるのが妥当。でもよろしい、語って聞かせましょう。この完全無欠完璧超人の魅力にもかつて訓練を受けていた時代があった。ユーナと共に身体強化や戦闘訓練を日々絶え間なく、鬼のような教官について。覚えてるよ。レンチは一日のノルマをこなしてももっともっとって食い下がった。せやから教官もこれでもかこれでもかってロックをコテンパンにしはったな。その激しさたるや、この魅力が道場の床に倒れ膝が震えて立てないほどのもので、無力感と自己嫌悪に苛まれ消えてしまいたいような感情すら覚えた。けれどそんな時、師匠が湯気の立つこの碗を差し出して言ったの。食え、これさえ食えなければ死ぬぞと。悔しくて意地でも死んでなるものかと思ってすすったかゆ、その一口のなんと美味しかったこと。ズキズキとヒリヒリと痛む体に染み渡る甘露な水分と米の旨味、そして塩のもたらす活力。この先どれほど豪華な食事を口にし、どんなに凝った料理を食べようとも、魅力はこの味を、この味だけは忘れない、絶対に。なんとも壮絶な話だな。でも羨ましくもあるわ。それほど熱心に鍛えてくれる指導者がそばにいてくれたことは。まったくだ。その人はよほどレンゲのことを大切に思っていたのだろうな。え？え？はいはい、シリアスはこの辺でしまいや。次なるはこのシズさんの出番やで。大阪人のおもろ魂、こだまん定食。うわー、これまた予想通りのたこ焼きとお好み焼き、しかもライス付き。おいしいですが、ご飯は必要ですか？もっと言えばたこ焼き単品でも十分なのでは。アホを抜かせ、白ご飯あっての食事やろがい。たく、こんやから東京もんは。誰一人として東京の人はここにいないし、静香さんも大阪人じゃないですよね。なははは、細かいこっちゃ。ま、とにかく粉もん定食こそうちの原点、お笑いの源。ジュージュー焼いてバーッとソース塗って口に入れたらすかさずご飯を置こう。あの、確か大阪人はお好み焼き定食を好む反面、たこ焼きと白米は一緒に食べないと歴史の資料に。すみりん、やかましよ。うちはエセやから何でもええねん。自分で言っちゃった。失礼しました。では次に私がこしらえただし巻き卵をご賞味ください。綺麗、まるでお菓子みたいに可愛い。これにスミちゃんのどんな思い出が？私が育った和紙おけは洋食一辺倒でしたから、そんな食卓を変えたくて手始めにこれを。最初は難しくて、両親をうならせるまでになるには毎日10個くらい作って腕を磨いたものです。それはすごい。スミのおもてなし精神には陰でのたゆまぬ努力が秘められていたんだな。はい、他者を満足させるためにはまず自分が納得しなければいけませんから。でも
そんなに作った卵焼きは毎日どうしてたの？え？自分でちゃんと食べていましたよ。一人で？ははー。その結果、偉大なるマウンテンが出来上がったんだ。ええ、そう、マウン。ちょっと、ギン、どこ見て言ってるのよ！の番。ああ、はあ、今出します。私も卵つながりで卵ボーロー。これがまたなんとも可愛らしいものが出てきましたね。でもこれって赤ちゃんのお菓子でしょ。市販のは見たことあるけど自分でも作れるんですよ。口の中でほろりと溶けていく。なんとも優しい甘さで、赤子は喜ぶだろうな。はい、めっちゃ喜んでくれました。弟さんのために離乳食なんかはお母さんが作ってたんですけど、私も自分で何か作ってやりたくて。スミと同じで最初はうまくできずに、何回もやり直しては自分で食べたけど、やっと綺麗にまん丸の形になった時は嬉しかったな。このことがあったから料理に興味が出て、少しずついろんなものを作り始めたんです。この世界でもう何度も一緒にいろんなものを作ったよね。一人でより誰かと一緒にする方が何倍も楽しいのよね、お料理って。わかりますわ。私もご先祖様がいらしてから日々の調理に心が躍ってなりませんもの。それは弥勒とて同じ。子孫に弥勒家の味を伝授する喜びは何者にも代えがたいわ。共に作るのよし、共に食べてはなおよし。料理って本当にいいものよね。キバリア、フーが羨ましそうに中向きまじき調理師軍団を見つめてるで。はい、頑張ります。任せといてください。ほどほどに、ほどほどにね。そう、急に無理しないで、ゆっくり、スミとギンみたいに何度も自分で味見しながら。必死だ。私と園子先輩からは共同でこれ。ああ、そりゃそうだよね。同一人物だし思い出も同じで。あれ、東郷とスミはなんで一緒にやらなかったの？それは後でのお楽しみ。にしても園子、またこれって。もう定番になった美濃さん焼きそばだよ。園子先輩、初めて食べた時のこと覚えてる？びっくりしたな。それまで食事を自分で作るとかって考えたこともなかったから。ミノさんもワッシーも自分でお料理できるのに、私だけできないんだってショックだった。でももうその時とは違うね。そのっちはここでいろんな経験をして成長したもん。料理だってなんだって、私よりずっと上手にできるようになってるよ。二人のおかげで。ありがとね、リトルワッシー。ミノさん。そう言われても、私たち的には特にそのっちに何か教えたという記憶がないのですが。そんなことないよ。だって焼きそばは…あれれ？おいおい、遠足の時に約束したろ、今度の日曜に料理教えるって。そうだった。でももう焼きそばは教わっちゃったけど、こっちの世界で。
じゃあ帰ったら私が和食の基礎からみっちり教え込んであげるわね。ひえー、お手柔らかに。さあ次は先森組の出番よ。よろしくお願いね。ええ、さあどうぞ食べて。え、何か知らないの？干したイカを火で炙った。いや、スルメくらい見たらわかるわよ。けど、こんなの料理って言う？うるさいわね。これが私の思い出の味で、強さの原点なんだから仕方ないでしょ。強さって、顎の？パ、父は仕事を終えると七輪でスルメを焼いてビールを飲むのが日課だったの。私はいつもその横に張り付いて火で丸まっていくスルメをじっと眺めていたわ。しばらくしていい匂いがしてくると、太い指で細く裂いてくれたそれを私も食べた。ビールは飲めなくてもなんだか大人になったような、父と一緒に何かできてる感覚が嬉しかったな。無骨だけど優しくて温かいパ、父みたいな人に私もいつかなりたい。今もそう思い続けているの。想像したよりいい話で黙っちゃってる。じゃあ次は私だね。いっくよー。当ててやろう。みかんの何かだろう。ぷっぷー、残念でした。お子様ランチです。みかん要素がどこにもない。大丈夫ですか？大丈夫って何が？まあ確かにかなり遠い日の思い出ではあるけどさ、こっち来てから子供と接する機会が多いでしょ。だから食べたいなーって時々思ってたんだ。小さい頃親とお出かけしたらデパートの食堂で必ずこれを食べてたから。量は少ないながらエビフライ、ハンバーグ、チキンライスにサラダまで、意外と贅沢ですわね。そうでしょ。よく見て、ナポリタンとデザートにプリンやおもちゃまでついてるの。ナポリタンとな。西洋麺ですって。この裏切り者め。だって普通ハンバーグの下にうどん敷き詰めたりしないでしょ。冗談だ。人の思い出に本気で怒ったりなどするものか。心臓に悪い冗談はやめてください。危うくお子様ランチが最後の晩餐になるとこだったよ。は、嬉しい、アイスクリームが出てきた。これは誰の？私、醤油をかけて召し上がれ。真顔やな。マジで言うてるん？大丈夫、バニラアイス専用の醤油、コハグラが教えてくれたやつ。おお、そうか、あの時の。私もコーリと同じで、家族と一緒にご飯なんて食べたことなかった。だから初めてフーの家で食べた鍋が一番の思い出の味。あの時の全部全部すごく美味しかったけど、私には作れないからこのデザートにしたの。フーたちが私の家族、血がつながってなくても家族なんだって。じんわりした。ご飯が一番の思い出の味だなんて。いいのよ、今はそれできっといいの。
さて、続きましてはこの弥勒由美子の出番と相なりましたよ。ささ、どうぞ。しょえー、カツオじゃないですと。白っぽい…なんだろう。はい、根菜類やこんにゃくなどをサイコロ状に切ってみました。グルニというものですな。高知の郷土料理ですね。私といえば、誰もが豪勢なビフテキやサワチ盛りを想像されていたでしょうが、幼き頃より郷土愛を養う目的で、こういった素朴なものもちゃんと食してきましたのよ。言うなれば、高貴な身分をひた隠し、日頃はメイドとして振る舞っているようなものですが、じっくり煮込んだグルニのように、旨味を好みに染み込ませた私はいつか必ずやメイド服を脱ぎ捨て、弥勒家の姫君として復活し、お家最高の夢を叶えてみせましてよ。よく言ったわ、由美子。夢を叶えるその日まで、ステーキやカツオを立って精進するとはあっぱれ。はっ！いや、弥勒さんは言ってること意味不明だし、レンゲさんはレンゲさんで全然話聞いてないし。質素な思い出話をすると今までの設定が崩れるから、いろいろ大変なんだにゃ。気の毒に。あ、哀れみ！違います！真の私はビフテキとサワチ盛りのレディーでございまして。ずいぶん背のつきそうなレディーですね。はぁ、突っ込み出すとキリがないわ。次、私が行かせてもらうわね。あら、順番的にあやちゃんじゃないの？あ、私はもうちょっと後でにします。え、これをカリーさんが？リアリー？煮干しが煮干しじゃないですと？それどころか、これは、これはスパゲッティ、ミートソース。裏切り者め！ああ、もう、うるさいうるさい。私も、スズメと似たような感じでさ、小さい頃、家族で行ったレストランで見た衝撃の光景が思い出深くてね。ほら、ショーケースの食品サンプルでフォークがスパゲッティを持ち上げてる形のあるでしょ。それを私、魔法か超能力だと思っちゃったのよ。妖精なんかを信じる子供みたいに。それで自分にもできるに違いないと思って注文した後、永遠と真似しようとしたの。麺を巻き取っては空中でフォークを離して、何度も何度も。挙句、親にすごく叱られたわ。それでもめげずに、家でもずっとスパゲッティをねだっては試して失敗して、また叱られて、とうとう親は呆れ返ったけど、兄貴だけが付き合ってずっと横で見ててくれてさ。バカよね。そういえば俺、あんなに夢中だったのに、いつからやらなくなったんだっけ。煮干し兄は今でもやってるよ、大社の食堂で。妹を笑顔にしたいからってフォーク握ってね。はぁ、あ、嘘でしょ。あいついい年して何やってんの。本当だったら面白かったのにな。バカそな！本当だったら気候すぎて大社クビになるわ！はーい、次は私だよ。じゃじゃーん。な、ゆうなちゃん、これはアメリカンドッグ。米国何でもないの。大丈夫。
私たちはもう拒否感なんて大丈夫、続けて。あのね、アメリカンドッグってうちではクリスマスに作ってもらってたものなんだけど、私もこれを見てカリンちゃんみたいにお母さんのこと魔法使いだって思ったの。これ作るときってウインナーになんかドローっとした何かをいっぱいつけてジュワーってするんだけど、そしたらゴロってカラッとした美味しいのがパーって上がってくるんだ。すごいよね。あ、頭悪。あんた言うかね、スパゲティマジシャン。私にとってクリスマスはお母さんが魔法を使う日、サンタさんより素敵な魔法使いさんの日なんだ。わー、メルヘンチックで素敵なお話ですね。絵本にできそう。ママは魔法使いなんて。さて気を取り直して、次は私です。いつもので申し訳ないのですが、こちらを。おお、ぼた餅。勇者部の定番おやつだ。私がぼた餅を作り始めたのはゆうなちゃんと出会ったことがきっかけでした。え、そうだったの？正確にはそれまでも試したことはあったんだけど、自分が納得する出来栄えにはならなかったの。あ、そうなんです。実は私、洋菓子好きの両親を和菓子派にしたくて試作を重ねたことが。でもうまくいかなくて諦めてしまった。その時は自分がまだ子供だからなのかと断念しましたが、なぜまた挑戦を？ゆうなちゃんが甘いお菓子が好き、和菓子もあんこも大好きだって教えてくれたから。きっかけは分かったけど、それだけでできなかったことができるようになったの？再挑戦して気づいたんだけど、お菓子ってね、優しい気持ちでこしらえないといい甘さにならないのよ。からしやわさびを怒りながら練ったりすったりするとより一層辛くなると言われているように、甘いものも作り手の気持ちや感情を反映するんだって出来上がったぼた餅を食べて悟ったわ。人を輪にねじ伏せてやるなんて傲慢な気持ちで作るお菓子が優しい甘さになるはずがなかったのよ。それを気づかせてくれたのはゆうなちゃん。私の欠けていた部分を埋めてくれた大切な存在。そうか、そうだったんですね。誰のためにどんな思いで作るかが料理には最も重要。ぼた餅が美味しいのは、私が東郷さんを大好きで、東郷さんがその思いに応えてくれたからなんだね。そう聞いたら、いつものぼた餅がいつもよりもっとずっと美味しく感じちゃうな。ゆうなちゃん、嬉しい。これからもきっとどんどん美味しくなるから、ずっとずっと食べ続けてね。東郷さん、このぼた餅は甘すぎる。ごちそうさますぎる。やってらんないわね、まったくもう。早く次、次、次は誰なの？あ、私です。え、立体視できてるなんてどういうこと？すっげえ。コンタクトレンズつけただけでこんなの見れちゃうんだ。技術的なことはとも